はい、こんにちは。メンズネイリストのゆうゆうです。ゆうゆうです。ゆうゆうです。おうって感じで、はい、今日も、鍛えて元気なゆうゆうがお届けするのは何それ。鍛えて元気なゆうゆうがお届けするのは、はい、今日やっていくのはですね、はい、こっちです。じゃじゃじゃーん、ちょん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 、オリジナルの羽のアートです。これからね、秋冬になってくるんで、こういうちょっとシックなアートもいいかなと思いまして、オリジナルの羽さんのアート、簡単なのでね、本当に簡単です。すぐに終わるので、ぜひ一緒にやっていきましょう。イエイ。はい、じゃあ早速、色の紹介をやっていきますね。まあ、こちらなんですけれども、使ってる、ベースのカラー、ベースに一層引いてる色なんですけれども、そちらがこの子です。メトロの416、この子を使って、2度塗りしてるんですけれども、2度塗りしてもこれぐらい透け感がある色です。シア系のカラーです。でもね、ちょっとね、なんでしょう、モーブというか、紫、パープルとピンクのちょっと深めの大人な感じですね。アダルトな、ちょっと色合いになってます。すごく雰囲気が私は大好きなカラーになってます。416、この子を使ってベースカラーを塗ってます。ベトロから5色ですね。羽さんに使ってるのがこの4色と、あとは、この000番白を描いてます、使ってます。テラフォーマーが一色ですね。こちらの、6色を使ってやっていきます。もうベースは塗ってるんで、ベース塗っちゃってます。2度塗りしてます。2度塗りしてもこれぐらいちょっと透け感があります。はい、1回ずらしてもう色出しちゃってます。358454132342、ちょっと番号順に出してなくてすみません。全部ベトロです。全部ベトロで出してます。そうしましたら、もうベースカラー塗ってるんですけれども、ここからもう一発で仕上がるアートなので、パパパッとやっていきますね。私の大好きな富士山を、富士山、この子ね、もうみんな知ってますよね。ベースジェルかつ、あとはアートの時にね、結構私はもう頼りっぱなしというか、いつも使ってるんですけれども、この富士山をちょっと大きすぎたかな、大きすぎたと思ったら戻しちゃえばいいんです。戻して、そんなにね、たっぷり今回は塗る必要ないので、まあ全体に塗れたかなぐらいで大丈夫です。はい。そしたらですね、この子たちをランダムに取っていきます。ランダムに取っていくんですけれども、使う筆、ベラフォーマのラウンド筆を使ってます。ベラフォーマの、僕ベラフォーマのこの木の感じと、ちょこの軽い感じが好きなんですよね、個人的には。この子を使ってやってきます。すいません、私の爪がちょっとギラギラで、かなりギャルな爪なのでそっちに目が行くかもしれないんですけれども、こっちで、こっちに注目してください。今ベース塗ってますよ。ベトロの、富士を塗ってます。そうしましたら、バランス取りやすいように最初真ん中を置いちゃおうかな。あ、どの順番でも大丈夫ですよ。どの順番でも大丈夫です。ちゃんと真ん中ら辺に置いちゃいます。本当にこういう感じで、なんかそれちょっと適当に置いてないって見えますよね。そういう風に、そう見えたあなた、正解です。結構適当に置いてます。これぐらい、まあちょっと細かめに置くんですけれども、そっちの方がね、まあ何をするかというと、ピーコックをやるんですよね、簡単に言うと。なので、まあ、これぐらい色が少し、最後に色が混ざって柄が出るような感じの配色をイメージしながら置いてあげてください。うん、これぐらいでいこうかな。こういう感じでいいんですよね。まだこの羽になる前の段階だったら、何が何かわからないですよね。
何がないにか分からなくて大丈夫です。これでやっていきますよ。ここぐらいにしようかな、照明。ちょっと椅子が邪魔なのに照明をここにした方が明るい。どう？ちょっと明るくなった気がする。これでやっていきます。はい、まだ固めずにそのまま次はこの000番、この子を使って、この子をね、出しちゃいましょう。もう出してあげて、でここから使う手は、19のライナー S、 ライナー S、 この子を使ってやっていきます。ちょっとね、筆の上についてる量を調節して、そんなたっぷり取る必要はないので、これぐらいで大丈夫ですよ。あ、いいですね。そうしましたら、まずは一本線を引きます。少しカーブをかけながら、スッと、わかります？カーブが少しかかったの。あとはこの子を取ってあげて、まずは右側から行こうかな。そしたらスッスッスッ、見えてます？見えてるかな？見えてる？見えてるな。こういう感じでピーコックの要領ですね、引いていくんですよね。こういう感じです。右側がこれでできました。見えてるかな？そうしましたら次は左を引いていきます。同じ要領で、この、ま、最初に引いた真ん中の白い線、この子より、この子よりはみ出さないようにね、その子から出てるようなイメージで引っ張ってあげてください。まあピーコックですよね、やってることは。こういう感じです。あとは真ん中この根元の方にちょこちょこちょこっと、なんか羽ってこういうイメージですよね。羽のなんかパパパパッと産毛っぽいのが出てますよって感じで、できちゃった早っ。また今日も早いぞ。めちゃくちゃ早い。早すぎる。そしてこの子をね、見えます？この手の上に置いちゃった目みたいになってるけど、この なんだこれは、0.8 の半分のブリオンみたいな感じですね。半円半球です。この子を 0.8 ミリです。この子を2つちょこちょこんって置いてますよね。こういう感じで、こっちはね、もう総柄というかたくさん置いてるんですけれども、同じ要領です。同じことをやってるだけです。こういう感じで根元に置いてあげましょうか。ちょっとゴールドが入った方がね、可愛いんで置いてきます。で、ごめんなさい、ちょっとね、ピンセットがどこに置いたか見当たらないので、ドットをね、今ちょっと置くけど許して。いつもピンセット使ってるからね、ちゃんと。はい、まあ、2つぐらい置こうかな。あ、いいですね、いいですね。うん、こんな感じ。こんな感じ、いいんじゃないかな。見えてます？暗いか？大丈夫。で、最後ちょっと、まあ、軽くコートしようかな。あ、そしたらこれ最後コートしてしたら、ちょっと一回出して手の上に置きますね。そっちの方が分かりやすいんじゃないかな。今こういう感じですね。暗いか？色が暗いかな。うん、こんな感じです。本当に全く一緒の感じになってます。うん、気をつけるポイントあるかな。まあ、あるな。何でしょう、もう置く段階でやっぱ触りすぎちゃダメですね。色がぐしゃぐしゃになって、ある程度混ざり合うのはいいんですけれども、そこから引っ張るので、混ざってしまった一色にしないように気をつけてくださいね。はい、固めました。ちょっともう一回出しちゃいます。ん、どうしようかな。ん、ここ？いちゃうな。どこが分かりやすいですか？ここ？こう？あ、分からないね。いや、でもめっちゃいい感じですよ。
光、あ、そうね、こんな感じです、こんな感じです。こういう感じで羽のアートに簡単にできます。ぜひぜひぜひチャレンジしてみてください。はい、ありがとうございました。どうでしたか、羽さんのアート。羽のアートしたいんで今日。羽やれ、羽。はい、ピーコックかな、やってるのはピーコックなので本当に簡単にできるので、いろんな色の組み合わせでやってもらえると嬉しいです。ぜひ試してみてください。お願いします。